側はこれがおすすめなんですか？これはそうですね、アイシャツテールを基本的には使ってます。スローロールできるスピナーベイトも結構重いじゃないですか。でもチャッターって案外巻き心地も軽くてキャストも軽いから意外と疲れない。そんなにガン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 巻かなくてもこう軽くこれぐらいで、まあ、ハイギアでねこれぐらいで巻いたら十分振動が伝わってくるんで腕が疲れにくいですよ。うん、巻き切れますね、余裕で。え、プルプルいきます。はい、まあ普通にこれぐらい、僕これね MH なんですよ。だからかなり硬いタイプ、片目を使ってると思ってるんですけど、自分でもそれでもまあ普通に手元にも来るし、まあ僕結構慣れるともう手はもうほんとちょっとまあプルプルしてんなぐらいの感じなんですけど、まあ僕ほとんどこう目で見てっていうか、竿がこう揺れてるのをこう目で見ながらやってるイメージですね。竿先、最悪手元に来てなくてもこうまあある程度、こう見てこうプル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 してんなと思ったら別に手元に来てなくても全然いい。そうするとこうなんていうセーラーとかああいうまあノーカンジの釣りしてる時のような当たりだけが分かるみたいで、プル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 してるとなんかよう分からん時もあるんですよ。なんで当たりだけを明確に取るために手元はノーカンジでもルアーは動いてることを確認したいから目で確認する。それが多分一番チャターの動きの中で一番弱い動きなんで、こうスローロールっていうかゆっくりやる分にはそれが一番ベストかなっていう。まあでも慣れるまでは全然手元に来るスピードで、もしくはM ぐらいでいいと思います。 66M とか、まあ83に関しては 10g に関してはそれぐらいでちょうどいいと思いますね。68M とか。